山田優里奈は日本の元女子スキージャンプ選手である。2014年ソチオリンピック日本代表。長野県北安住郡小谷村出身。1歳7ヶ月で1998年長野オリンピックを観戦して原田雅彦に憧れるようになる。小学3年生の時、スキークラブに入り、スキージャンプ競技を始め、2008、09シーズンの小学6年時に、 コンチネンタルカップ、ザオウ大会に初出場、28位でポイントを得る。2009年4月、オタリ村立オタリ中学校に入学。このシーズンより全日本スキー連盟ジュニア強化選手に指定される。2年次に、ジュニア世界選手権、オテパー大会に出場し、個人30位。3年次の2011、12シーズンに、この年から始まった、女子ワールドカップに、 ヒンターツァルテン大会から出場。1戦目はスキーの長さで失格となったが2戦目は16位に入り、ポイントを得る。ジュニア世界選手権エルゼルム大会団体戦では、同学年の高梨サララと共に、金メダルを獲得する。3月9日に行われた全日本、ジュニアスキー選手権大会を、中学生で制する。2012年4月。 長野県白馬高等学校に進学。一年時の2012-13シーズン、1月4日にワールドカップ賞の派大会での練習中に転倒し、左膝を痛めた。診断の結果人体断裂で、囲碁道シーズン中の試合は欠場した。この際には、手術を選ばず、筋力強化でリハビリを行った。2013-14シーズンのサマーグランプリより復帰し、 9月21日のアルマトイ大会で3位に入る。2014年1月、ソチオリンピック女子スキージャンプ国別出場枠を3枠獲得した日本において、毎シーズン以降のグランプリとワールドカップの総合成績で日本選手3番目であったことから、オリンピック代表に初選出された。2月11日、ソチオリンピックに出場したが30選手中30位に終わった。 競技後、出られなかった人がたくさんいるのに、こんなジャンプしかできなくて悔しい。ビリだったけど4年後はトップになれるように成長するので、見ていてくださいとコメントした。この年のジュニア世界選手権、バルディフィエム大会団対戦では再び金メダルのメンバーとなった。2014、15シーズンは、冬季よりワールドカップを転戦し、ジュニア世界選手権アルマトイ大会では、 団体3位のメンバーとなる。世界選手権ハールン大会の代表に選出されたが、出場機会がなかった。帰国後3月13日に行われた全日本ジュニアスキー選手権大会では2位に30点以上の差をつけ圧勝する。2015年4月、早稲田大学スポーツ科学部に進学し、スキー部に所属する。 2016年1月に受けた左膝の手術の経過不良により選手生命を絶たれることとなる。2019年4月、スポーツ選手のセカンドキャリアの研究のため順天堂、大学大学院に進学し、在学中よりパーソルキャリアの入社内定者として、アスリートキャリア支援プロジェクトに参画する。ありがとうございます。